皆さんこんにちは、スピリチュアルカウンセラーの片山田塚子です。今日はですね、サソリ座さんって言いたいところだったんですが、急遽お話をしたいことがありまして、一人でも多くの方に聞いていただきたいなと思う内容でございます。どうか最後までご覧ください。何かと言いますと、まあサムネのねタイトルにもあったのでお分かりだと思うんですが、よく最近ね2025年問題と多くの方が心配されている内容があるかと思うんですが、私はスピリチュアルカウンセリングの際に都市伝説ですとか天才の話とかそういうことってしないようにしているんですね。なぜかというと、私が言う話が結構影響力があるので皆さんを混乱させてしまったりとかするだろうなと思うので、そういう話は一切しませんというふうに言っていたんですが、今日皆さんが2025年問題と心配されていらっしゃる内容を少しでもお話をさせていただきまして、皆様に注意喚起ができたらいいなと思って動画を回しております。なぜ今まで私はそういう話をしないと決めていたのに言おうと決めたかと言いますと、意味があります。先日ですね、2月16日に実はサソリ座さんのその星座のお話をねしようと思って、うちのスタッフに今日は星座の話をするねって YouTube を撮って帰るってお話をしていたんですが、具合が悪くなってしまって、もう残って撮ろうと思ったんですが、スタッフに言って、ごめん今日すごい具合が悪いからやっぱり今日 YouTube 撮らないで帰るねってお話をしたんですね。で、あまりにも具合が悪くて何か普通じゃない感覚だったんですよね。私は本当にいろいろなことが伝わる能力があるんですが、全部のお仕事が終わってカウンセリング終わって、通常ですとこれからカウンセリングって言った時には次見る方、朝一番であれば朝一番のお客様、そしてそのお客様が終わった次のお客様、待っていらっしゃるお客様ですとか、パワーチャージをするんであれば今日参加されるお客様の情報が私に先に飛んでくるようになっておりまして、その方に霊がついていたりネガティブな感情がかなり強かったり病気を持っていたりとかしますと、その情報が私の体の中に入ってきて先に具合が悪くなるんですね。この具合が悪くなる感じもうまくちょっと表現ができないんですね。体がミシミシするような、とにかくちょっと苦しくなるんですが、よく YouTube でもちょっと頭が痛いですとかここが苦しいですってお話ししているように、だいたい人の感じってそういう感じだなって分かっているんですね。あとは霊が寄ってきたりとか霊がついてる人を見たりとかした時の感覚って、ただ単にネガティブな情報と霊がついてるものってちょっと違うんですね。それが見てもあ、霊がいるからこの感じだったんだなとか、あ、人のネガティブな感情だったのかとか、あとは霊界とつながるとか異次元の世界とつながるとか、いろんなパターンがあるんですが、あまり皆さんには詳しくお伝えしたことはございませんが、とにかく私の中でこのパターン、こういうふうに感じるパターンはこういうことが起きてるなっていうのはもう大体わかるんですね、霊視しなかったとしても。ただその日2月16日、苦しいなって、 YouTube 撮ろうと思ったのに何かいつもと違うな。普段ですと私は自分のことに対して霊視投資とかはしないんですね。家族のこととか身内の近くにいる方のってカウンセリングのお客様以外に基本的に霊視とかしないんですが、その日はかなりちょっと苦しかったので、何を私は今受けてこんなに苦しくなっているんだろうと一応把握しておきたいなと思って、自分自身が何が起きているのか霊視をしたんですね。人のね、違うな、霊がついてきてるのかな、霊が近くにいるのかな、お客様の何かの情報を私は受けているのかなと、全部見ても全部違っていたんですね。で、あまりにも私のイメージは大きな規模だなと思っていたんですよ。これは人が発するネガティブなものだったり霊的なものではなく、何か規模が大きいものだなと思った時に、そっか、これは人ではなく宇宙的なものだなと思ったので、宇宙に意識を持っていったんですね。で、宇宙に意識を持ってって
った瞬間に、あ、そっか、磁場が今狂っているんだなと思ったんですよね。磁場が狂っていると、その磁石のその威力の磁場っていうものがあるんですが、それが狂っていると、乱れていると、私は異変を感じて体調が悪くなるんですね。なので不思議かもしれませんが、宇宙で何かいつもと違う状態が起きると、私はずっと具合が悪くなってしまう体質を持っているんですね。で、そっか、これは大きな規模の宇宙規模だなと思った時に、磁場が狂っているな、乱れているなと分かったんですよね。で、なぜ何か磁場がその乱れている原因が大きなものがあるなと思って霊視をしましたら、太陽という感じがしたんですよ。太陽と思った時に2025年問題を思い出しまして、太陽フレアっていうことを意識した時に、答えはそうだと私は降りてくるんですよね。何かいつもね、霊視投資をすると、上に質問すると答えが返ってくるんですけど、私これは太陽フレアだなって思った時に、そうと返事が来るというのかな、納得できるものがあるので、そっか、太陽フレアが起きているなと。で、太陽フレアとはご存知でしょうか。もう多くの方が2025年問題とか太陽フレアっていう言葉を記事にも出たりとか、ネットとかでもね騒がれたり、テレビでも取り上げられたりとかしているのでご存知かと思いますが、改めて、ただ私は専門的な人じゃないので、私の言葉からというよりは読んだ内容からお伝えしようと思います。読みますね。太陽フレアとは、太陽表面で起こる突発的な爆発現象ですということなんですね。で、その大規模なものだと水素爆弾1億個分に相当するエネルギーを放つとも言われていて、人類がとても太刀打ちできない高エネルギーな天体現象です。太陽フレアは太陽表面にたまった磁気のエネルギーが熱や運動エネルギーに変換されて、一気に宇宙空間へと放出される現象であると解釈されています、ということなんですよね。これが太陽フレアとは、その太陽の表面のその爆発現象ですということなんですが、これは1日に何回か起きている現象なんですね。この何回か起きている現象の強さがあるんですよ。小さい爆発、大きい爆発っていうのがあって、小さいものは普段何回か起きているので、ここは何も問題がないんですが、大きな爆発が起きる現象があるんですね。それが太陽の周期には11年の周期があると言われていて、その大きな大きな爆発現象が起きる太陽フレアが2025年に起きると言われているんですね。で、2025年問題と言われているのは、皆さん大体の方がご存知かと思いますが、改めて私の方で今回2025年問題と言われているこの太陽フレアについて、少しもしかするとご存知でない方もいらっしゃるかもしれませんし、改めて私の方からさらっと専門家ではないので、本当にさらっと読ませていただきたいなと思います。この太陽フレアが起きると、じゃあどういうことが起きるのか。高エネルギーの電磁波や高エネルギーの粒子放射線、大量のプラズマガスといったさまざまなものが宇宙空間に放出されます。まず太陽フレアで放出される X 線やガンマ線などの高エネルギーの電磁波は高速で移動するため、わずか8分で地球に到達します。これが地球に到達すると、電波通信障害が発生するリスクが高まります。そして高エネルギー粒子放射線は30分から2日程度かけて地球に到来します。放射線なので、宇宙ステーションに滞在する宇宙飛行士や飛行機の乗客への放射線被害がリスクとして懸念されますと、まず言われているんですね。では太陽フレアのその爆発の大きさもいろいろあるんですが、かなり大きなものが起きた時、それが2025年に起きるとも言われているんですが、じゃあ起きたら、特に日本、そして世界もそうなんですが、どういうことが懸念されているのか、さらにお伝えしますと、日本においてはですね、総務省などがこういう被害が起こる可能性がありますということも発表しているんですが、
日本における被害としては2週間にわたって昼間の間は断続的に電波通信が困難になる点が挙げられています。それによって例えば携帯電話など電波通信機器が使用困難になり、さらに電車や飛行機などの交通手段にも大きな混乱が及ぶことが想定されます。さらに2週間にわたって断続的に GPS 通信が困難になると想定されていますということを言われているんですね。このいろいろな障害が起きるんじゃないかと言われているのもこの内容は一部なんですが、太陽フレアの問題で2025年問題と言われているのかということをまず軽く皆さんにお伝えしたんですが、今回じゃあちょっと戻りますね。今回2月16日に YouTube を撮ろうとしました私が具合が悪いなで練習をしましたら、私はこういう情報って基本的に鵜呑みにもしませんし、基本的にこういうものに振り回されたくないのであまり意識をしないようにしているんですね。なので2025年問題知っているんですが、多くの方にタツさんはどう思いますかって言われるんですが、私は一切答えてこなかったんですよ。ただ天が今回の太陽フレアによって私は具合が悪くなってるというふうにメッセージが降りてきた時に、なぜ具合が悪くなったのかと言いますと、先ほど電磁波とかっていう言葉が出てきたと思うんですが、太陽フレアによって私の能力は電磁波とかその磁場とか磁力に対してものすごい反応を起こす体質を持っているんですよね。でその体質で反応がどういうふうに起きるかっていうと、めまいが起きたりとか頭が痛くなったりで吐き気も催したりとかで頭が混乱したりパニックみたいになったりとかもするんですね。であと体がものすごくだるくなってしまうので気力がなくなってしまうんですよね、私の場合はです。で今回改めて太陽フレアは人体に影響があるかっていうのをネットで調べさせていただきましたら、人体に影響はないと断言されて書かれていたんですよね。ただ注意しなければいけないのは、霊感の高い方は今回2月16日って言ったんですが、実はその前から私は何日か同じような感覚は持っていて、調べましたら2月9日もそうですし、何日間かあって、あと1月1日もそうだったんですよね。遡るとやっぱりそうかと私の中ではもうものすごく納得するんですが、最近 YouTube を撮ろうと思ってもとにかく体がぐったりして頭は痛いししんどいしと思ってやるべきことがたくさんあることはもちろんあるんですが、まず体調がとにかく優れなかったんですよね。なのでもうやるべきことが終わったら早くちょっとお家に帰って、もう早く横になって次の日のカウンセリングに備えたりとかしていたんですが、今回その太陽フレアのその爆発の度合いが NASA とかが公表してるんですよね。でその数値を見ますと2月9日かなり大きな爆発をしてるんですよね。で2月16日も大きな爆発と1月1日もかなり大きいその太陽フレアが起こっておりまして爆発が起きているんですね。で今回私だけで具合が悪くなるだったらいいんですが、ちょっと様子を見ようと思ったんですよ。様子を見て私が今回2025年問題だったりとか太陽フレアの話をしてしまうと混乱したりとか動揺する方を一人でも出したくないと思ったので、私の心に留めてたんですね。実は太陽フレアに関してはスタッフにも言いませんでしたし、私の身の回りの人にも一人にも私はお話をしていないんですよね。ただ今日のスピリチュアルカウンセリングをするお客様の名前を見て、その方がかなり霊感の高い方が名前が入っていたんですね。で私は必ずその方は具合が悪いと言って私に相談内容をお話しすると私はもう分かっていたんですよね。でその方を目の前にしてお話をお聞きしましたら、たっさん何日か前からか具合が悪いんですよってお話をしたので、もう
そういうふうに言われるのを分かっていたので、そうですかってまず答えを言わなかったんですよね。そしたらそのお客様が、もしかしたら先日タロットカードを注文して、タロットカードが届いて開けた瞬間から何か具合悪いような気がするから、もしかしたらこのタロットカードが良くないのかもしれません、タスさんこのタロットカードを見てくださいって言われたんですよね。私はそのタロットカードを見た瞬間に全く違うっていうことが分かっていたので、そっかそっかと思って、お客様にそのタロットカードは違うよって、大丈夫だよってお話をして、その方を見ますと一緒でした。太陽フレアによって体調を崩していらっしゃったんですよね。で、隣にお母様もいらっしゃったんですが、お母様も霊感が高い方で同じことをおっしゃっていて、何か体調が悪くって何かいつもと違う感じがしますとお話をされて、大丈夫です、今日楽になりますからとお話をして、もう原因がやっぱり太陽フレアだったんですね。その磁場の影響を受けていて、磁場のその乱れを受けて体調を崩していたんですね。でヒーリングをしたらとても元気になって帰られたんですが、今日そのカウンセリングをした時に、どうやってこの YouTube で皆様に混乱をさせないで、不安を煽らないようなお話で皆さんに注意喚起としてお話ができるかなと思って、いろいろ言葉を考えながら今日のこの YouTube を撮らせていただいておりまして、撮るのもやめようかなと思ったりも何度もして、撮ろうと思って回しては一回やめてっていうのを繰り返したんですが、やっぱり伝えなければいけないなと思ってお話をしているんですよね。今回2025年問題と言われていて、2025年と言われていたのに、私は2024年からもうかなり大きなその規模の太陽フレアになっているなってわかるんですよね。そうしますと、ネットの記事を読んでいると2025年と言われているのが2024年に起こる可能性がありますと2023年中に記事が書かれていたんですよね。それを見た時にやっぱりかと思って、かなり私は早まっていると思います。ただ2025年もとても私の中では気になっているんですよね。で2024年はかなり2025年よりもさらに強く感じてしまうんですよね。この流れが変わるか分かりませんが、とにかく私がかなりざわざわしているので、皆様にお伝えして注意喚起をしたいんです。特に霊感がある方は、先ほど あのネット情報では人体に影響ありませんと書いていたんですが、本当に感じる方は体調不良を起こします。頭痛がかなり強く出たりとか、吐き気があったり、頭がふわふわしてここにいないような感覚になったりとか、あと霊感が一気に上がる方がいらっしゃるんですよね。で、一気に霊感が上がることによって頭が混乱して、今まで持ってない霊感なので対処ができなくって、いろんな気を受けてしまって具合悪くなることもあるんですよね。まず普段にない感じで病院に行っても分かりませんねって、どこも悪くないですねと言われた方は、ぜひ私のスピリチュアルカウンセリングをお受けください。改善させますから。で、そういう方が増えた時にちょっと考えます、どうすればいいか対処を考えていくので、混乱をしないように皆様に注意喚起をしたいんですが、そしてもう一つですね、今回これを言うべきかどうか、これも考えたんですが、今回の2024年の新春の初祈祷の参加された方には、実は私はもうお伝えしていることがあって、2024年言いますよ、混乱しないように慌てないでください。多くの方が言っているかと思うんですが、 YouTube で初めて言います、大きな地震が起こる可能性がかなり強く私には見えているんですね。なので今から言うこと、太陽フレア、この2025年問題と言われていた太陽フレアの影響、そして大地震が起きるというこのこと、2024年1月1日太陽フレア、
かなり大きなその爆発が実は起きていたんですね。で、地震が起きたじゃないですか。私、太陽フレアによって大きな地震が起きるとすごいずっと感じているんですよね。2025年問題とか大きな地震が起きやすいとかっていうことをタッサも言ってるっていうのを感じた時に、何かすごい不安になったりとか精神状態が不安定になったりとかしないようにと思って言わなかったんですが、逆に何か私がここまでゾワゾワしてるので言わないということが愛ではないなと思ったんですよね。で、言って起きなければそれはもういいじゃないですか。で、大切なことは、今から言うことはちゃんと今までも政府が言ったりとかテレビとかでもいろんなところでいろんな方が言っていることと一緒なんですが、とにかく備えをしてください。先ほどの懸念事項があるのをやっぱり起きましたかではなく、今まで通信機器に頼って私たちは生きてきました。携帯電話が1日でもつながらなかったら不安じゃないですか。でも、もし携帯電話がつながらなかったらとか GPS 機能を使えなかったらとか、何かそのパソコンや携帯やこの今までそういうものとして使っていたものがなかったら生きていけないと今まではなかったじゃないですか。なかったことに慣れていたし、それが当たり前だと思ってたからなんですよね。もうこの便利さに慣れてしまったので、私たちの生活の中で携帯電話ちょっとでもないと不安になるじゃないですか。携帯依存症の方も多いと思うんですが、こういうものから私たちが離れた時にどういう生活が起きるんだろうとシミュレーションしてもいいでしょうし、1日まず経験するということとか、大切な情報がパソコンや携帯に入っているんであれば、これが2週間とか何週間でも1週間でも何日間でも、もうシャットダウンして見ることができないとか繋がることができない、どうしようってならないように紙ベースに残しておくとかメモにしておくとか、何か今まで忘れていた感覚を取り戻すこととか、そして停電が起きた時に私たちが対応しなければいけない備蓄だったりとかっていうことも改めてずっと言われてきたじゃないですか。大地震が起きる備えをしましょうと言われていたことを改めて今日のこの動画をご覧になって、あ、ずっと言われてたけど全然してなかった、今回タッさんが言ったことでやっぱりちゃんとしておこうと皆様に言っとくことが、私は愛の活動だな、行動だな、思いだなと思ったので、今日改めて2025年問題と言われているもの、そして私の体が異変を起こしているこの感覚、実際にいろいろな YouTuber さんとかがね、都市伝説のお話をしている方々とか、宇宙の話をする方、 UFO の話、宇宙人の話をしている方が、最近はこの2025年問題を取り上げている方もやっぱり多くて、これは政府の陰謀なんじゃないかとか、本当はそんなことないんじゃないかとか言ってる方もいらっしゃるんだけど、実際私はそういうことというよりは、太陽フレアは本当にかなりすごい状態になっています。太陽の表面が本当に爆発が、大きな爆発が今起きているんですよね。私はとにかくそれを感じる力があるので、だったら私ができることって、実際にそういうこと今起きてますよとちゃんとお伝えしようと思ったので、今いろいろな情報が出回っていて、皆さんは何を信じていいかたくさん分かりませんと思っている方多くいらっしゃいますよね。大きな大きなことが起きてから慌ててどうしようではなく、私が今体に異変が起きていたり、その霊感がある人が体調崩している様子を見たりとかしますと、これがもちろん起きない方がいいんですが、備えあれば憂いなしと言いますが、本当になかったらラッキーで、起きなかったらよかったとなって、でも備えをしなかったことで後悔する流れにならないように、私たちが
大きな大きなことはできないかもしれないけど、できることは自分たちの家族、周りの人、その方々にはちゃんとお話をしながら、ちゃんと備えをしていきましょう。また私は今回のこともすごく言うのも悩んだんですが、天災のことは基本的には言わないんですが、今回は初めてここまでお話をします。ただ何月何日とかこの時やばいですとか、そういう言い方は絶対これからもしません。ただ今年来年は特に、私ここまでも今まで言ったことがないんですが、気をつけましょう。本当に気をつけましょう。なので備えをしっかりしてください。ただの噂とかなんか陰謀論とか、でもそういうことではないと。私はこの太陽フレアに意識をつないで、この伝わってくるものを感じると、一日も早く皆様にお伝えしたいなと思った思いで、今日一つ一つの言葉を考えながらお話をさせていただきました。とにかく皆様に混乱させようと思ってお話をしているわけではなく、とにかく備えをしっかりして、聞いてなかったよ、そんなこと知らなかったよ、なんでこんなこと起きたんだとならないように、しっかりと皆様の命や生活、いろいろなことを守りながら、2025年問題とか太陽フレアっていうふうに検索しましたら、たくさんの情報出てきますから。だから私が読み上げたことは本当にある一部です。もっともっといろんな情報が出てきます。ただ私その専門家ではないので、私がそれをたくさん記事を読み上げるよりは、それはご自身で判断しながら読んでください。私はスピリチュアルカウンセラーとして霊能力が高いという私が、皆様に他の人ができない、他の人は感じられないものをお伝えするお役目があるなと、そう思っているので、今日はこの話をさせていただきました。体調悪い方、何か最近変だなと思う方、予約が取れている方は、まあ見ればわかるので、私がその話をさせていただきますから。そしてパワーチャージのイベントの時にも、その混乱しているものを、太陽フレアのその影響を受けている方の、払ったりとかしますから。なのでパワーチャージのイベントをお受けください。そしてスピリチュアルカウンセリングもお受けください。ただ本当に申し訳ございません。本当に受けたい方がもうたくさんたくさんいらっしゃるのは分かるんですが、私たった一人で見ているので、予約がほぼ皆さん取れていない状況なのは十分分かっています。なのでこの YouTube でも何か力になることをこれからも考えて発信していきますから、絶えず私の情報を敏感にご覧になっててください。皆様にとって必要な情報を私はここでお話をさせていただきますので、もしよければチャンネル登録をしていただきまして、皆様に力になるように、これからも私の霊能力、そして人間性、私の生きている証として何か皆様に力を使っていきたいなと思います。今日のお話はまずはここまでといたしましょう。さそり座さんね、次回お話をさせていただきますからお待ちください。とにかく今日はこの話をしたいなと思っておりました。私の YouTube では皆様にとって幸せになるヒントのお話、このような有益な情報などを発信していきたいなと思います。これからもご覧になってください。またお会いしましょう。今日は最後までご覧になりましてありがとうございました。さよなら。